MUFG。 事業承継や資産承継、金融資産の運用といったご相談がメインとなります。ただ一方で最近では社会貢献や認知能力の低下に備えた対策、お子様への金融教育、そういった非金融の面でのご相談も非常に多くなっております。お客様やお客様のご家族の価値観を理解することを大切にしています。そのためにお客様の現在のみならず過去や未来、目標についてじっくりとお伺いすることを意識しています。同じ事業承継や資産承継でもお客様の価値観やお客様を取り巻く環境は千差万別で、一つとして同じものはございません。お客様一人一人にとってより良い解決策を探す提案というよりは共同作業だという意識を大切にしております。 MUFG ウェルスマネジメントでは銀行、信託、証券がお客様の人生の豊かさの実現という共通の目標を持ち、皆が同じ方向を向いて活動しております。各社の専門領域を生かしながらグループ一体での提案ができる、これが MFG ウェルスマネジメントの強みだと思っております。長年にわたり MFG がメインバンクとして事業をお支えしている非上場企業のオーナー様だったんですが、約5年ほど前に遺言の作成のお手伝いをさせていただき、また自社株式についても承継が完了していることから、お客様ご自身も承継対策が完了したと安心されていらっしゃいました。そんな中、お客様がモルガン・スタンレー証券にお預けいただいているある上場株式が、このコロナ禍の巣ごもり需要を受け約4倍の株価に上昇していました。株価の上昇を受け、想定される課題をお客様にご説明しました。お客様からは、株価が上昇しているのは理解していたけど、相続上のリスクまでは頭が回らなかったよ、遺言信託を任せていて本当に良かったというお言葉をいただきました。資産全般に関するかかりつけ医のような存在になりたいと考えています。そのためには資産承継や事業承継における専門性を有することはもちろんですが、スピード感のある対応力や高い共感性、傾聴力などが重要であると考えています。それらを兼ね備えた身近で頼りになるかかりつけバンカーになりたいと考えています。